僕は未来の女川町の絵を描きました。と今の女川はとほとんどの場所に瓦礫があってとごちゃごちゃしてるのでとそういうごちゃごちゃだと変だからときれいにしようと考えました。ときれいにしようと思ったので、花や木を植えたりしてきれいにしようと考えました。と花で花がはあとスペルで HAPPY ピースと、と幸せ平和というと意味を込めてこのように花を並べました。と実際にこのようになるかは分からないけれど、とこの花で描いたスペルみたいにと幸せに平和になってほしいと思いました。